ファイナルファンタジーはですね、1987年から続いているシリーズで、まあ、もちろん当時は非常に 2D のグラフィックスでの、あの表現された RPG だったんですけども、まあ、いわゆる何ですかね、古いこう何ですかね、中世のヨーロッパ風の世界観に、まあ、そこにその飛空艇とかこうメカニックスがこう非常に融合している、まあ、独自の世界観を持ったあのファンタジー世界のタイトルでした。でそれがこう、1からその6までは一応そういう世界観が続いてたんですけども、あの7になって、プレイステーションになって、まあ、3D グラフィックスが導入されて、よりこうリアルな世界が表現されるようになったので、7に関してはちょっとなんですかね、サイバーパンクチックな、そのより近未来な世界観なを表現していて、まあ、それが今まで従来 の、 あの1から6まで遊んでいただいたプレイヤーのファンの方に対して非常にこうなんだろうな、ショッキングな形で、迎えられたんですけども、ただあの非常にあのファイナルファンタジーの持っている強いこうストーリー性、キャラクターとストーリー性という部分では1から引き継がれていったものがありましたので、まあ、7においてはあのクラウドや、まあ、バレット、ティファ、エアリスなどの非常にこう個性的なキャラクターが表現されていましたので、あの従来のシリーズと同様にこうかなりあの変化をした、セブンというシリーズだったんですけども、従来のファンにも非常に、よく受け入れられて、今でもあの愛されている作品になっています。あのやっぱり当時 の、 あの原作オリジナルの時代からやっぱりハードウェアも進化していて、まあ、ゲーム自体も非常にこうよりこうリアルで、リアルタイム性の強いものになっていると思うので、まあ、従来の旧作のセブンに関してはあの、まあ、いわゆるコマンドベースの RPG の延長である、まあ、アクティブタイムバトルというのを採用していたんですけども、やはりより今のこうハードウェアの進化だったり、もしくはゲームシーンのトレンドだったりっていうのをこう考えると、よりこう何ですかね、ターンベースというよりはよりこう、まあ、リアルタイムなこうアクションに行くかどうかは分からないんですけど、ただよりアクションに近いようなこうリアルタイム性の強いものにはなるとは思っています。ただ、まあ、一方ではファイナルファンタジーの特徴って RPG の特徴ってやっぱりこう、まあ、パーティーを成長させたり、もしくはどういう、 こう武器やアビリティや魔法をセットしてっていう部分も、こう戦略性の部分も大事ではあると思うので、まあ、よりリアルタイム性を増しながらも従来持っているあのバトルの戦略性っていうのを両立させるかっていう方向に、まあ、進化していくんじゃないかなと思ってます。まあ、プレイステーション4の力をどのように発揮しているかということですけども、まあ、まだその我々開発中なので、まだそのプレイステーション4のこう能力を全部こうなんだろう把握しきれてはいないんですけども、まあ、やはりそのグラフィックスがやっぱり非常に優れているし、あのファイナルファンタジー、まあ、今作がスタートしたのももちろんオリジナルの作品の見た目のこうあの当時のポリゴン数に対して、まあ、その後に続編のアドベントチルドレンっていう作品が、まあ、あの映画であったんですけども、その時の映画で出したクオリティのクラウドや、まあ、ティファエリスたちのクオリティでファイナルファンタジー7が遊べたらいいねっていうところからスタートしているので、やはりあのみんなが想像しているアドベントチルドレンクオリティのキャラクターたちっていうのがちゃんとゲームで動いて見えるというのをこう目指したいと思っていたので、まあそこが何だろう、まさにあのクオリティが当時ではできなかったアドベントチルドレンクオリティの映像でセブンが遊べるものになるんではないかなと、まあ、それがそのプレイステーション4のスペックで実現できるんではないかなと思っています。プレイステーション。